ジョン・ポール・グードーはアメリカ合衆国における近代地理学の黎明期にあたる1900年から1940年にかけての時期に主だって活躍した地理学者の一人、ミネソタ州スチュワートビルに生まれ、1889年にミネソタ大学から学士号を1903年にペンシルベニア大学から経済学の博士号を授与された。学位取得後、 1903年の遅い時期に、シカゴ大学の地理学部門に教授として招聘された。グード図法による、世界地図1908年、ボルティモアで開催されたアメリカ地理学会の集会で、グードは、邪クなるメルカトルに代わる、世界地図図法の創出について講演した。メルカトル図法は、両極に近づくほど大きく歪み、特に北半球の高緯度地域の表現に問題が、 生じやすい。グードはいずれも成績図法であるホモログラフ図法と制限曲線図法を南北の40度44分11.8秒の遺線で接合しホモロサイン図法を作った。ホモロサインはホモロをホモログラフサインをサイナソイドイコール制限曲線から取った造語である。グードは2つの透析図法において 遺線の長さが等しく表現される緯度を算出し、そこで両図法を接続した。南北の40度44分11.8秒より、極に近い範囲では、ホモログラフ図法が用いられ、境界となる南北の緯度線の間、赤道を中心とする部分には、制限曲線図法が挿入された。さらに、海洋部に断裂を入れた断裂ホモロサイン、東映図法は、 ギエントー図法による成績図法になっている。当初、グードのホモロサイン投影図法は広く受け入れられなかった。また、アメリカ合衆国を地図の中心に置かない描き方は当時の地図文化に挑戦するものであった。かつての教え子二人の助力を得たグードは1923年にグード学校地図帳の初版をランドマクナリーから出版した。グードは 再録されたすべての地図が、透析図法によることを強調して、地図中のすべての一平方インチは、同じ地図のどの一平方インチとも、地表面で同じ平方マイルの大きさになっていると述べた。この地図帳が、現在も観光が継続されており、20ン以上のンを重ねている。1928年、健康を害しつつあった66歳のグードは、 最初の心臓発作に襲われた。1932年8月5日、69歳で死去した。ありがとうございます。